い、こんにちは。大阪は心斎橋、僕の実家の焼肉屋の近くにやってきましたが、いい街ですね。元気いい街やろ。綺麗ですね。綺麗やろ。綺麗な。こんにちは。いいですよ、どうぞ。僕の YouTube なんですけど大丈夫ですか。逆に映ってないし。あ、もちろんもちろん、どうぞ。この辺の方ですか。あ、いや、もう私兵庫県に来た。あ、そうなん、うん、何しに来たんですか。1時間くらい高速。あ、車で、はい、何しに来たんですか。でも、友達とご飯。どこで飯食ってましたか。どこで飯食ってましたか。いや、もうすでにピースしたんで。早くないですか。やっぱ、あんたつ。え、なんでですか。いてー。なんでですか。え、やめてくださいよ。何歳でも、ほんまに、ほんまに言おうか。リアルで、はい、マジで35 の35やんな。はい、あ、こいつとか言わない。何歳ですか。28。おめでとうございます。治安悪いな。出棺かい。思ったんかい。こいつとつくるかぶった。発想かぶった。あ、いやいや、はい、のこと加工しとんかな。何のこと加工しとんかな。顔綺麗になるだけですよ。ありがとうございます。すいません、お邪魔して。まあ、といういい街なんですよね。どこがやで。はい、どこがいい街なんですよ。いいですね。まあ、五長織橋、今日から大阪編始まります、うん、で、何したいかというと、はい、この粗品のロケの記念すべき初回、はい、仲間探してたやん。あ、そうでしたね。まあ、ワンピース海賊団でいうところの俺がルフィ、はい、で、お前がガイモン。誰やねん、だからそれ。くれんねん。おらんやろ、そんなやつ。誰がやねん、で、ええから。誰があんなしょうもないやつやねんで、ええのに。誰やねん、ちょくれるから。俺より詳しくない、珍しい。まあね、サンジとかな、ナミとか、うんうん、ソップとかを探すけど、言うても見つからんかったやん。確かに。今ロビンはおったけどな。そう、そうやん。ちょっと説明してなかった。あ、そう。だから仲間を探したい、はい、大阪で、うん、で、今日なんですけど、うん、俺の実家の焼肉屋、はい、ミキ、うん、ミキとかおい、結構俺感慨深くて、はい、実は中学1年生から10年ぐらいバイトしてて、店の手伝い、バイトって言っても時給500円ぐらいかな、ほぼ 家の手伝いやから、うん、お小遣いもらいながら。ほんで ABC お笑いグランプリ取る直前ぐらいにもう辞めてんのよ、忙しくて。2016年7年ぐらい辞めてて、はい、そっからな、たまに企画で帰ってきたりさ、うん、なんか東京の番組で帰ってくるのあんねんけど、まともに行くん何年ぶりっていう、6年とか8年ぶりやねん。楽しみ。噂によると、はい、今も行列で入られへんらしい。あ、そうなんすか。予約もないし、うちの店、で俺働いてるラインナップ従業員、昔は把握してたけど今も全く分からんから、中には入らんかもしれんけど、空いてたら入るけど、ちょっとだけその、まあ、行列並んでる人にインタビューでもしようかな。あら、なんか今日髪型いいね。あ、マジっすか。どうした。あ、いやいや、別に。ちょっと抜けてる、いつもより。このリラックスしてセットした。あ、そうですね。いいね。はい、行こうか。行きましょう。今度行きましょう。いや、この街並みもな、か俺からしたら死ぬほど懐かしい、まあ、この辺ですもんね。めっちゃ懐かしい。イベントで通りまくってた、この辺。うまいね、カメラ。あ、今度カメラ買いに行くロケもしよう言うてるから。あ、いいです。マジっすか。マジマジ。なんかやっぱちゃんとした方がええやろ。いや、そうですね。いや、ご近所付き合いとかさ。あ、そうですよね。お店の長らくやな。あ、でも変わってる店も結構あるんじゃないですか。めっちゃ変わってる。こんな焼肉屋なかったもん、ね、挨拶なかったの。おい。お前、うちの島で焼肉屋挨拶なかったの。ボロ負けでしょ。誰がやねん。
なんか言った何仕事あ、こんにちは。かっこいい。え、やばい。かっこいいっすか。写真直る。で、ビデオ電話。あ、ビデオ電話。だ、誰とビデオ電話してる。友達です。もう来るんですよ。ちょっと YouTube 出てよ。これは波だな。波やな。波だね。今仲間探してるんですよ。はい。どうですか、波。え、どう。え、いいです、いいです。やったー仲間増えたー。いや条件とか泥棒っぽいやん、なんか言動に失礼やな。失礼やな。あ、タトゥー、ナミやん。タトゥーあります。肩にタトゥー、何の。ハスの花。ハスの花、なんで。エマ、違う。なんでハスの花。ちょっとそれは大丈夫。ちょっと友達と。おいくつですか。24。何してる人。歯科女子。はい。どう思う。どこにあんの、そんな歯医者。え、なんか商店街に。そうなんですね。お出かけ、今からはどこ、もう友達と飲みに行きます。飲みに。え、というか、なんか新しい鍵の収録で、うん、私の家の下に来たんですよ。俺が、うん、いつ。え、去年かな。何してたの。え、夫婦屋っていう、せいやの元バイト先で来とって、そこのマンションに住んどって、パパが見に行っとったんですよ。あれやろ、1階花屋さんで、そうです、そうです。2階耳鼻科で、そう、花のテナントやねんな。そう、うん、で、お前と思って笑いよめちゃくちゃうまいこと言ってんから聞いてられへんな。あれがやねん。あ、そうですか。すごい。僕の YouTube チャンネルなんですけど、お顔出ても大丈夫ですか。大丈夫。ほんま、じゃあ、お誕生日のやつとか。何感じるの。誕生日せいやとか。あ、 YouTube 見てくれてんねん、ありがとう。そ、歯、ちょ、何それ、歯科女子やのに歯は変やねん。え、変ですか。変やろこれ。え、キラキラじゃない。キラキラや、確かに。白くないですか。白い。なんかでもちっちゃないけど。え、嘘。なんか小さいって言われないですか。でっかい、でっかい。でっかい。すいません、足止めて。あ、でした。波後輩。あ、確かに。すいません、失礼なこと。ありがとうございます。え、マチやな。将棋好き。あ、将棋、でも小学校の時とかちょっとやってましたね。あら、ほんまや。銀の裏です。はぁ、どう。え、もうなんかもう中で遊ぶ感じになってますか。はい、もう各地に終わるけど革ジャンにこれ。そうやな、それしか見えへんもんな。もうほら、遠目で見て、あの角がうちの駅に具合やねん。え、右側の人だかりできてるやろ。え、あれ、いや、あれやろ、ね、あの右、赤ちょうちの。え、すごいやん。すごいことなってるかもしれん、もしかしたら。鎌倉ね。あ、神楽か。ここ有名やねんな。有名ですよね。あ、知ってる。はい。一回俺が向こうでバイトしてて、はい、行きで、うん、でバイト終わりにここ自転車で通んねんけど、うんうん、あのヘンダーソンの中村さんがめちゃくちゃ女の人とキスしてた、はい、ここで店の前で。そう、うん、あとで来た奥さんやったとか言ってたもん。ほんまか。あと缶詰だけのバーね。はぁ、有名な缶詰。缶詰バー、缶詰しか置いてない。懐かしいね。閉まってるな。手前の店か、列。全然ちゃうやん。何がやねん。ここ俺よう行ったで、元気。あ、え、懐かしいわ。これだいぶ昔からありそうな。だって車入ってるもん。ほんまや。出す。あ、ここがシャッターなんや。すげえ、うわ、懐かしい。コンビニ的な。そうですね。はあ。だから亡くなった父ちゃんと、うん、たまーにここ来て飲み物買って。あ、ほんま思い出の場所や。思い出、この辺は聖地。はあ。あ、この焼き鉄板焼きが流行ってんの。で、だ、宮田メンジ。あ、宮田メンジ。シャンプーアート哲司さんの店ね。はあ。あ、臨時休業してんねや、スタッフ人員不足のため。え、知ってる、桃鉄出てんの。え、大阪駅かどっか、なんか何倍級買えんねん。あ、そうなんすか。宮田メンジ、ここもね、すげー。ほら、あれ、あ、並んでる。
並んでるやん。並んでるとあるじゃん。どういう意味？悩んでるとあるじゃん。お前は何か違うな。はい、こんにちは。初めて来て。あ、ほんまっすか。知ってます？誰の店か。いや、知らないですよ。おいおい、知らない。ムキムキやん。あ、ありがとうございます。これ、僕の YouTube なんですけど。あ、マジですか。粗品のロケ。あ、全然大丈夫。粗品のロケ。何してるんですか。マジそう。マジ？ありがとう。僕が今日大阪来たんで。あ、普段地方な。どこ住んでるの。あの、めちゃめちゃ肌綺麗。あの、いつもめちゃめちゃ肌綺麗やって。あの、地元静岡です。あ、静岡な。なんでロケ食べないな。何歳ですか。19歳。え、19歳。あ、僕今日で20歳。あ、え、今日20歳。本当におめでとう。うん、知らなかった。おめでとう。え、うわうわうわ、これ同じ。そう、え、俺もアクションです。そしなの実家から来てくれた。そうです。20歳の誕生日。ありがとう、マジで。めっちゃいい匂い。ありがとう。めっちゃいい匂いするやん。難しい、革ジャン着てる。本当に毎日。ほんま？めっちゃありがとう。な、何をしたら君こんなんなの？普通に青春捨てたら。おもろい方。あ、そう。え、学生？いや、普通に僕働いてるんで、こっちは。あ、僕学校。大学？あ、専門学校。何の？ファッション。あ、いいね。じゃあどうなん、俺のファッション。いや、めちゃめちゃかっこいい。待って、待っとけ。ごめんなさい。どうぞ。ちょっと細すぎます。あ、やっぱり。良くないの。もうちょっとなんかパボッとしてる方が僕。頑張る。パンツ。確かに。でも、なんかスキニーなんが、こうパンクロックじゃない？君は何？マジで何ちゅう？このサウト。あ、どうぞ。何を言うの？ボディービル。いや、になり。舐めたらな。タッパーあるし、色ほど向いてんじゃん。すごいよ、君。何分ぐらい待ってんの、これ。今でも多分、20分か30分。うわ、ごめんな。あ、ごめんごめん。ぼったくったろや。すいません、並んでると。ありがとうございます。二十歳おめでとうございます。なんか俺にやってる仕事ないの。二十歳の誕生日ってことにするでしょ。あ、写真撮ってます。いいですよ、写真。いきまーす。3、2、1。もちろんいきまーす。名前なんて。あ、バーダコースか。バーダコース。で、動画撮ろうよ。一応本当にいいです。OK です。俺16日誕生日だったらよかったなって。なんで？あの、今日、あの、ナンバーグランド会です。なるほどな。明日出るじゃん。お前めっちゃ早い。ありがとう。本当に。コウスケ。はい。動画です。撮ってます？撮ってます。コウスケ、20歳の誕生日おめでとう。おめでとう。ありがとう。ありがとうございます。いやー、めっちゃ余計なことした。全然ね。まだな。じゃあ、先頭で並んでたね、今。待っててね。ありがとうございます。バイバイな。俺はお兄さんお兄さんは今食べてた。あ、見てくれました。え、会見残すか。いや、これからですね。あ、今から会見。今食べてた。あー、そうなんですか。コーラね、安そうやな。コーラ、コーラ安いのよ。卵スープ食べて。卵スープ？安いのよ。何食べたらいいですか。タン以外やな。タン以外？タンはね、割り良すぎるから。あ、ほんまですか。え、でももう結構食べました。今、タン2つ食べました。めっちゃ美味しいですね。どう？わざわざ今日来ました。あ、どこからですか。広島から。え、なんで？ここに。え、マジですか。え、ファン？めっちゃファンです。食べましたね、本当に。いや、僕ほんまに6年ぶりぐらいですよ、僕に来んの。たまたますよ。すごい。3連休初日に。すごいね。僕のどこが好きなんですか。このな、元気っていうカメラマンがそのほどバカにしてるんで。ちょっと言ったってください、僕のすごいところ。面白い。よし。ああ。もっ
面白いし、面白いし、楽しいし、楽しい。YouTube めっちゃ見とるかな。かっこいい。かっこいい。今29と26。ええ。いや、狭ない。あそこね。トイレ誰か行くとき絶対な。そうです、ね。でもあそこせいやさん座ってました。あ、よーし。こんな。な。ありがとう。座ってんのよ。甘えてる。いやいや、こちらこそ。ありがとう。本当に YouTube でいつも元気もらってます。本当ですか。はい、あ、これこの YouTube なんですけど、大丈夫ですか。え、全然。え、マジで。やった。やった。積んだ餅。積んだ餅。いやいやいや。めっちゃあれ好きです。積んだと今。やばい。積んだ餅や。最近やってへんちょっとまた積んでください。はい、まあ、もうなんか積みます。恐れの2日前。あ、そうなんです。あ、いいですよ。やばー、すげーやん。え、好きなの撮ります。3、2、1、もう1枚いきます。3、2、1。ありがとうございます。彼も、はい、また、はい、いやー、どうですか。はい、オッケー。オッ、香港。えぇ、ー、You know? いや、嘘つけ。I am comedian. 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 Japanese number one comedian. Thank you, GAG Miyoto さん。違うわ。違うやろ。Thank you, GAG Miyoto さん。違いますよね。わかんない。香港、インドネシア。インドネシア。You know? No, it's the same. This is the... 何じゃ ?1、2、3、4、5。何か分。Thank you! 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 熊本から来たんですけど、ここに You know? めっちゃ。You know? I know. はい、ポーズ。ありがとうございます。並んでる今、もしかして。おお、くんや。くんや。いいよ。あ、何してきた。いや、これでいいです。作業袋。何歳なの君。22です。OK。応援してます。ありがとう。何歳や、君。19歳。おー、OK。未成年はね、口約束やったらあかんの。そうなんですね。だからここに聞いてんの。やっぱ元気どう、この感じ。そうっすね。なんかあんまないかなって。やっぱお前のこの店食いに来るやつあんまない。お前は父もみ。お前さ、それはそうやねん。その、まあ、ファン、ここまで来るファンは痛いな。ちょっと俺も散々やってるからさ。確かに絶対来んなよって、うん、まあでもだからライト層のファンですよ。懐かしい。めっちゃ懐かしいわ。めちゃくちゃ懐かしい。ほんまはな、今ね、月曜と火曜と水曜が多分休みやねんけど、なんか開けようかなみたいな思ってて、月曜開けて、はい、俺が営業するみたいな。え、それをまた今度やろうか。それはいいっすね。それいいやろ。はい、はい、こんにちは。向かいのタバコ屋も全然変わってへんし。あー、そうか。ここやねん、この米屋やねん。あ、そうなんや、これ。そう、めっちゃ米屋のおっちゃん言うて、はい、ここで付き合い長くて、こっから米もおろしてるし。あ、米屋のおっちゃんが、ナオトジュースいるかってこの自販機で買ってくれて、コーラかエナジーもリアルゴールド。ここ懐かしいなぁ。どないしてんねやろ。今日あれやで、ほのぼの会やで。そうっすよね。なんかおもろさも出てましたね。あかんで。あ、そう。ああ、いいなぁ。でもいいよ。あれ、ケーキ来たことないやん。ないんすよね。食べたことないんですよね。メニューなくなってんな。
壁2面にメニュー貼っててんけど、あ1面なくなってんの。あ、そっか、中も変わってんねや。なんか変わってるわ。見て、炭火焼肉ミキ、よっちゃん、昭和46年創業。ほう。だから、何年なんね今、昭和。もうすぐ50年とか。よっちゃんっていうのが、はい、あの俺の父ちゃんのあだ名。あ、そうなんすか。よしひででよっちゃん。母ちゃんがこれ名前入れよう。はあ、そう。いや、いいですね。いい。はい。懐かしいな。ほんで、うん、これな。はいはいはい。まあ、こういう狭い店や。うん。で、ほんまここ入り口やねんけど、うんうん、今日十字路で。はいはいはい。ここに立ってな、うん、ビラを配ってたやつがおったんや、うん、あどうですかって、はいはいはい、でそれを見たらあそこに今店変わってんだけどあのポストの横、はいはい、もうつけ麺屋あがここでどうですかって言って、うん、あのつけ麺やってますってなるから、うん、めっちゃ喧嘩しためっちゃ喧嘩したよそう、潰れたけど向こう三沢か三代目三沢だよ三沢ここあったやん、はい、そこの 店員行儀悪いですねここは行儀悪いやん、はい、あこでやるよ、うん、ここでやるよ、うん、でまあ南小学校ねこことかも懐かしいなめっちゃ懐かしいわやばい泣きそうやこの通りここでそうだったんだなそうですよねあ列がもうすごいやん危ないな車道に入ってたな確かにいや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 はい、いあー面白い宮崎から来ましたあ宮崎からいいですよ本当ですかてかまたいいっすね、はい、焼酎作ってます、2人で2人で焼酎作ってます、焼酎のイベントダメですダメでしょうかやりますよ宮崎じゃあ僕真ん中行きますわあすいません兄弟、焼酎兄弟はい行きますよ、はい、チーズ OK でーす最後に行列だけもう一回触ってから、はい、あ、こんにちはあ、いいですよ今 YouTube 配信してるおちょっと話聞いてみようどういうことですか YouTube ちょっとあ、ちょっと一回待ってほしいね一回ちょっと待ってですね YouTube 配信されてる YouTube じゃなくてツイートキャスティングあ、ツイキャスティングあ、そうなんですねまだ150人とかそうなんですね今日1時はい熊本なんですよあ熊本で熊本から熊本で一番おもんなそうですねそうですねなんかツイキャスこうやってね一番大阪で面白くないやつ、うん、あそうなあチームですかそう有名人ですか、ちょっと有名です反射っすか反射っすね反射なんや YouTube ダメでしょ反射え反射ダメじゃないですかなんか何にもお前ことがあ、ありがないですね。じゃあ一回出て。いいですか。いいんですか。はい、ありがとうございます。たまたま会いました。ありがとうございます。いやモンゴルいるかも。あ、そうです。モンゴル。モンゴル。逆に僕の YouTube 出ても大丈夫ですか。あ、全然大丈夫です。ありがとうございました。YouTube 見てます。ありがとうございます。いいねもしてます。ありがとうございます。ただお金は出してないです。やかましい。ありがとうございました。キチね。キー。なんか。なんか大引きますね。ついは、はい、こんにちはというわけで、まああのろくな仲間には出会えませんでしたので次のスポット行きますあるしょほら粗品のロケハイこんにちはめっちゃこんにちははいこんにちはめっちゃ